朝鮮半島でさえ日本は断ち切ることができないというね、この状況なんです。 立ち切るだけの勇気というかね、立ち切るだけの決断力を持った人間がトップに立たなきゃいけないんだけれども、そんな決断できる人間が一人もいないんです、今。今ね、こう自民党の次の総裁に誰がなる。必ずそのね、ポスト、岸田っていう形で選ばれるわけですけれども、ありえないけれどもね、魔人ブー、これは絶対にありえないです。それだったらまだね、ポエマ小泉ですね、んじろ郎の方がまだ目があるっていった感じでしょうかね。まあ、ただ、んじろ郎もね、あの、アホですからね、昔からね、みこしってのは軽 良い方がいいだからバカの方が担ぎやすいというですねまあこのねポエマー小泉って本当にバカですからね武漢肺炎にかからなければ武漢肺炎にかかることは絶対にないんです何言っとんこの人はというですね言ってることは間違ってはいないけれども間違っちゃいないけれども何言っとんこの人はああとあの河野沙太郎ですね河野沙太郎はで沙太郎の人気っていうのは今もう本当に下降線描いてるんでね河野沙太郎だと多分自民党勝ち目がないんですよね、まあ ただでさえ、こう、増税続きで勝ち目がないわけですからね。坪ぼ市カバコはね、ありえないですね。本来カバコの選挙参謀だったのが小林っていう人間なんですね。コバホークとか言ってるね。統一協会のね、このツボホークのね、おっさんなんですね。カバコとね、このツボホークのね、この分裂によってですね、カバコの目はなくなったっていう形ですね。 じゃあもうあとどうなるんだってなったら、ニーハオモテギとリンリンランランですかね。まあ、リンリンランランってもわからない人もいるんでね、リンリンと言っておきますけどね。リンリンかニーハオモテギしかないんじゃないかって桜井は思ってるんですよね。まあ、誰がやったところで同じですよ。誰がやったところで同じだけれども、可能性としてみたら、もうニーハオモテギかリンリンぐらいしかないんだというですね。え ブルマンなんて誰が相手にしてるかって話ない。ブルマンそもそもね、推薦人20人集められないっていう話じゃないですか。<laughs> あんた、あんたアホかというですね。うん だからさっきも言ったよ。坪市カバコかばこは、自分の選挙参謀だった、この、坪ホークとですね、仲間割れしてですね、仮に出られたところで20人の推薦人ギリギリですから、最終的な本選になった時にですね、坪市カバかばこは絶対に選ばれないのわかるでしょ自民党の次の総裁選に名前が上がる人間ってのは、どいつもこいつもろくでなししかいないんですよ。